豊橋の夏の風物詩、豊橋祇園祭りが7月19日から21日にわたって吉田神社一帯で盛大に開催され、20日土曜日には花火大会が行われました。会場の豊川河川敷には多くの家族連れや浴衣姿の見物客が集まりました。午後7時5分開幕一斉打ちを合図に花火大会がスタート。この花火大会は花火コンクールスターマイン、水上の仕掛け花火からなります。川に浮かべた台船から上げる仕掛け花火をはじめ、川岸の3カ所に設置された打ち上げ花火が盛大に打ち上げられる川舞台花火では、川面に反射する華やかな花火に観客たちは魅了されていました。また今年は台船の上で放つ川舞台手筒が9年ぶりに復活。勢いよく吹き上がる火柱に会場からは歓声が上がっていました。そして豊川河川敷での全長140メートルに及ぶ大スターマインや、音楽に合わせて次々と花火が打ち上がるミュージックスターマインなど、およそ2時間にわたり夜空に輝く大輪の花々が咲き誇りました。音にびっくりするかなって思ったんですけど、なんか夢中で見てくれててよかったなって思う。すごい綺麗で見に来てよかったです。なんか最初緩やかでだんだん盛り上がっていくかなと思ったら、最初から盛り上がってドーンで、心もドーンで、心に響く花火でしたそう、全部めちゃくちゃ良かったです。楽しくて綺麗だったです。綺麗だったです。とにかくでかいすごく綺麗で、その歌も合ってて すごかった。最後の花火がめっちゃ綺麗で感動した。やっぱ一番最後の花火が一番良かったですね。あの心に来る感じ、心臓にドスンってくる感じが一番良かったです。感動しました。本当に良かったです大きい花火とか いろんな色の花火が見れて楽しかった。せーの、来年も来ます。およそ1万2000発の花火が豊橋の夜空を彩った豊橋祇園祭り花火大会。集まった観客たちは豊橋の夏の風情を満喫しました。続いてはお知らせです。家庭における LED 照明の普及による省エネ・脱炭素の促進のため、住宅の照明器具を白熱灯や蛍光灯から LED 照明器具に買い替えた方の中から、抽選で150名に豊橋産の農産物などの詰め合わせが当たるキャンペーンを実施しています。対象は豊橋市内に在住の方です。愛知電子申請システムからご応募ください。詳しくは市ホームページをご確認いただくか、豊橋市ゼロカーボンシティ推進課電話 0532-512417 へお問い合わせください。さて、今回の豊橋ナンはいかがでしたか。次回もお楽しみに。続いては街角ネット田原です。